浦安橋は東京都江戸川区と千葉県浦安市を結ぶ道路橋。東京都道、千葉県道1五東京浦安線の一部。初代の橋は1940年2月21日に架橋その後、橋の老朽化と交通量の増大により、現在の浦安橋が1978年に建設された。橋中央には旧江戸川の中洲である。 病見島への進入路が設けられている。東京側から浦安橋を直進すると、千葉県道242号浦安停車場線で、浦安駅の近くを通り、新浦安駅や浦安米エリアまでたどり着ける。最寄りのバス停は、浦安橋で、東京ベーシティバスの浦安橋停留所は、橋の東詰め、浦安市側にあり、都営バスの浦安橋停留所は、橋の西詰め、 江戸川小側にある。かつては、都営バスも、浦安橋を渡って、東葛飾郡浦安町に乗り入れていた。なお、浦安橋が架橋される以前は、堀江の私、浦安の私があった。浦安、火災艦は私船でしか移動できなかった。東京、浦安艦は、蒸気船が運行していた。浦安橋1940年2月21日。 土木学会附属土木図書館協力士年表。2019年8月31日閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ www.jcpres.co.jp s スラッシュ wp01 スラッシュ。p イコール 27654? ありがとうございます。